生まれはロシア、最初は関西、舞台は東京、ピロシキーズです。はい、はい、ということで、なあ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 、あのさ、100日目に死ぬワニみたいな見た？知ってる？あ、なんか全部見てないけど知ってる。なんか流行ってたやつやろ。あ、ワニが死ぬやつ、最後何で死ぬか分からへんみたいな。そうそう、それすごい話題になってさ、うん、まあ、100日目すごい話題になって、うん、ほんでなんか蓋を開けたら、うん、企業、まあ、なんやろ、最初から企業が裏におったんか知らんけど、まあ本とか出しても大げさに儲けますみたいになってることで大炎上してたやんか。あれなんで大炎上してんの？全然理解できん。なんで大炎上してるか俺もう全然理解できんくて、もうなんかさ、あの日本に限らんってそうかもわからへんけど、特に日本もそうだけどさ、なんかステルスマーケティング、ステマ、ステマ、怒りすぎちゃう、ちょっと。芸能人のステマ、あのストーリーとかにこうアップして、これこの化粧水めっちゃ言えないみたいな、最高みたいな、いつも使ってるみたいな感じのやつ、あれもめっちゃみんな怒るよな。怒るな、これは。あれちゃんどうだ、それ嫌な？これは嫌やな、うちは嫌やな。で、その芸能人がこうさ、これすごい良かった、まあ、芸能人だけじゃなくて、なんか例えばそのインスタとか今いろんなところでさ、自分の友達とかフォローしてたりするやんか。例えばその友達がなんかこう、これをなんか宣伝してください、そしたらなんかやりますみたいなを受けて、まあ自分が使ってないけど使いましたってやるやん。友達やから、なんか普通に自分は、あ、こういう感じの肌質でこういうので、あ、いいんだと思ってマジで買ったら、その人は使ってもいないとかって知ると、でもその商品使ったら、ああよかったって感想やったら別にいいの？いや、それよかったら、その商品よかったら、あ、商品いいねってなるけど、でも嘘なんかいっていう。なんでそんな嘘が嫌なの？だって、え、それを参考にするから、その例えばなんか商品書いて、まあ、これもちょっとなんか別やけど、例えば口コミを書いてる人も いるわけやんか、うんうんうん、なんか例えばなんかの商品買うときに口コミを見てとか、あの判断するわけやんか。例えばこう、私は良かったと思う、私は良くなかったと思うっていう、いろんな本当の感想を見て見極める、自分に合うかどうかみたいな、うんうんうん、それができないっていうのが、こう嘘が書かれてるというのがちょっと、もう惑わされるから嫌だってことか。せやな、PR みたいに書いてたら、それはもうそれでええの？あ、PR って書いてたら、別に、あ、ほんまか嘘か分からへんなってなるから、まあそれは自分のね、あの判断で買うなり買わないなりしたらいいかなって思うんだけど。フレちゃんどう思うの？俺もう芸能人がこんなん使ってってさ、それ見てそれでいいって言ってるからって、自分にいいって思わへんねん別に。絶対自分が使ってみんと分からへんなって思うから。なんやろ、このなんか今さ、人の評価をすごい鵜呑みにしすぎてる人が多いなって。あのさ、アナ雪とかもそうやんか。アナ雪ですごいさ問題になってたやん。あの漫画家がさ、みんな感想の漫画を書いて、こんな内容やった、最高やったっていうのを同時にアップして、まあこれステマじゃないみたいな、ステマで漫画家がこの映画すごい良かったって書いてて、なんか騙されてムカつくみたいなの言ってるけどさ、でもおもろかったらええんちゃうんって思うねん、その映画自体が。もうそれはあると思うけど、だって宣伝なんか嘘ばっかり言うよりやんなもん。もうなんかこんな、でも多分ディズニーやからじゃない？ディズニー、やっぱディズニーってなんか夢を売るみたいな。どういうこと？まあ夢を売る感じやん、こうみんなに夢を届けるみたいな。違うやろ。え、違うの？ディズニーはあんなん、もうあのネズミが冒険、もう何、儲けやろ、あんなもん絶対。今言うじゃねえ、夢のことないやろ。ゼロから1を生み出し、それを100で売る、それがディズニーやっていう、そういうもんなんじゃないの？俺ディズニーそういうもんやと思う。まあでもみんな多分なんか子供とかもいるし、俺むしろディズニーとかさ見てたらなんか恐怖やねんけど、もうハッピーエンドが多すぎて、なんかほんでなんかディズニー俺結構不満多い。何やろ、表面、でも雪と穴、表面、穴、雪と穴じゃん、雪と穴はなんか違う、雪と穴
ってか何の話したっけ。ちょっと私も ステマやステマ。そう全然ちゃうやん。まあでもなんやろ、それを見てだから惑わされることがムカつくのかな。なんかこうディズニーがそんななんか裏で姑息なことをやって私を騙したなみたいな、そういうことなんやろな。多分自分で見て感想を思って抱いたらいいやんと思うけどな俺は。まあ、なんやろな。だもしかしたらワニも何が悪い、ワニ死んで儲けたらあかんのと思う。だってなんやろ、それで儲けてるのが嫌なんかな。ワニが死んで儲けてる、ワニが100日で死ぬやつ、うん、でそれも結局お金儲けに素人がやってると思ってたら裏ですごい稼いでたっていう、稼ごうとしてたっていうのが、あ素人さんがその何も普通の素人さんが書いたやつがたまたますごいいいアイディアでそれがバズっていって、その人がたまたまリアルな世界でサクセスしていくストーリーに感動してたのに、計画あるんかいみたいな、儲けんのかいみたいな、それが腹立つってこと。まあ多分ね、あのなんか一般の人がやっててそれでなんか応援する気持ちになって、うん、あすごい素晴らしい一般人頑張ってるねってなってたのを、こうプロフェッショナルかプロフェッショナルの方々がこうなんか関係してたってなってくると、プロがやってんのかって、プロがやってたんかみたいな、そりゃこんないい作品できるわなみたいな。もうプロはなんなん、いい作品を作ってももう評価はされないってこと。ここはもうすごい金かかってたらもう評価しないってことでいいの。でも素晴らしいのを作ることもあるやん、プロも。まあでもね、そのプロが作ったからって作品を見て評価したらいいのにって思う。認めてね、くれないのはちょっと悲しいよね。悲しいよね。私たちもさ、なんか私たちだけじゃないからね、これ見てる人とかもさ、もしかしたらこのピロシキーズが2人で全部考えて全部2人たった2人で動いてるって思ってるかもわからへんけど、でもちゃんとやっぱスタッフの人もいて、カメラセットしてくれる人もおれば編集をしてくれる人もおれば、一緒に企画会議をやってこんなことを撮る、こんなこと撮るって、まあ、最終的には2人で撮るわけやけどもさ、まあ、いろんな人が関わってるわけで、それをもし知ったらさ、あの2人自分たちだけでやってるのかと思ったら、みんな周り巻き込んでやってたんか、あの広告収入お金になってんのかみたいな、そういうことになってんのかな。よく広告が今あなたが言ったから多分なってんじゃない、なってる人もおるんかな、今あなたんじゃない、申し訳ございません。だからさ、いやだってさ、もう裏にはいろいろあるよ、資本主義の社会やん、ここは。そりゃみんななんかステルスもしてるよ、いろいろ。まあ多分その今言ったことでなんかもしかしたらその全て言ってることやってること全て全部考えられてるかもしれないっていう、ちょっとなんかこうショックがあるのかもしれない。だから自分たちが今喋ってることも言わされて台本に書かれてることなんじゃないかっていうので、ふざけんなってなってる人もいるかもしれない。そうなんや。その100、そのワニもさ、裏におるんかわからへんけど、お金のためにやってたんですかみたいなで結構炎上することも多いんだ。でもさ、お金がないとさ、なんかあのいろいろこうお金がかかるわけやんか。いや、そりゃボランティアではやってませんよっていう話やんな。だってお金がかかるわけやん、そんななんか何かするのに、ロケするのにも大、なんかそれお金かかるよ。そうそうそう。あとスタジオ借りるなり、うん、あのカメラを使うなりなんなり、こういろんな。だって100日目のワニもさ、もうあなんか100日目やけどちょっと時間がないんで45日から60何日まではちょっとあの飛ばしますみたいなこともやらんとあかんくなってくる。でもそうなったら、だからそんなんもありえるって話やな。もうお金なくボランティアで趣味でやってるだけだから、だからなんかさ、そのお金でなんか儲けてると思ってなかった、個人の趣味でやっているものでお金を儲けているんだっていうのがすごい嫌な感じなんじゃない。それは分かんない、うん、儲けてるのはやなんか、その気持ちが分かんない、その気持ちはね。なんか嘘のこう商品をいつも使ってて本当に超効きますみたいなのはもう嘘を言ってるから、いやいや、それは、まあ、なんとなくそれは自分の商品を選択するときにこう邪魔になるっていうのは分かる。で、アナ雪のやつは、まあ、それはそれでなんかこうそれでそんなにいいんやったら見に行こうって思わされてしまったとかっていうのでちょっと腹が立つとかっていうことなんやと思うねんけど、まあ、それもなんとなくわからんでもない。まあなんかね、そのこういやらせだった的なの、うん、まあ映画ぐらい自分で見てなんか良かった悪かった判断しろって話なんだけどね、周りに流されて、まあ、けどまだわかるやん。そうディズニーだからなんかね。ワニは俺わからへん、なんかその基準がわからへん。いや、本当お金や、お金やろ多分、多分お金や、儲けてないと思ってたもんで儲けてたっていうのが嫌やねん多分。なんか分からんけども、それが嫌なんやったらな、もうなんか資本主義やめてもう社会主義やったらええやん。もう北朝鮮行ったらええねんもん、それ北朝鮮、うん、わーい、
もうなんか社会主義の国に行ってもう全部計画経済よ。もうね、こういうのももうボランティアでやって、あ、もうなんかね、そう、配給制で全部もらってやったらいいよ、それは。そしたらまあいいかもしれないけど、やっぱこの資本主義の世の中、まあステマは、嘘のステマはやっぱなんか腹立つのはなんとなくわかるんやけど、誰も不幸になってないステマは許したろうよって私は思うな。そうだね。あとアナ雪はあんま好きじゃない。じゃあ2も見に行かったん？2もあれピクサーやろ、ファインディングニモやろ、ね、え、なんて、ニモってユキとアナの2も見なかったの？2って言えや、なんでそこだけお前日本語やねん。意味分からへん、2って言うの？あの、それ2って言う？2じゃないの？これ iPhone 何？これ？うん、8？ 8やの、これまず多分8じゃないし。多分、あ、そうか、10 10? 10? 10? 10じゃないの？ちなみに iPhone X ってさ、あるやんか、うん、この X みたいな字やんか、だから iPhone でよく、あの、よく間違って iPhone X とかって言ってる人たちもおったねんけど、ロシア語の X ってさ、はやんか、はだからロシアでは iPhone X が出た時は、あんた iPhone は買うのみんな言ってて、あ、iPhone、え、何の iPhone 買うの？ iPhone、これ iPhone 何？ iPhone はって言って、はぁ、あ、でもうち iPhone 買いに行くとき言ったよ、あの10の iPhone くださいって普通に。ダッサ